はい、どうもこんにちは、シーサーです。今回なんですけども、てっぺんのね、9月に新たに追加される新カードのね、パックの情報がついにね、一部公開されたということで、今現在すでに登場しているジル・バレンタインがかなりね、激強になるということで、で、9月の新しいカードなんですけども、まず新能力が登場します。で、今現在もすでに出ているんですけども、探索というねものと、あとね波及というものが追加されます。で、今現在探索っていうねカードいくつか出てるんですけども、まだねカードの種類が少ないっていうところで、9月の新パックではかなり登場されます。で、あと波及っていう能力なんですけども、これもねかなり強いものとなってまして、攻撃でユニットにねダメージを与えるときに、その隣の枠のユニットにもね、ダメージ半分与えるっていうところで、かなり強い能力となってます。今現在なんですけども、公式サイトの方で本日からね、第1弾なんですけども、先行公開でね、9月に追加される、パックの中身が公開されてましたので、こちらね見ていきたいと思います。で、まず赤から見ていきましょう。はい、で、1枚目なんですけども、武神の海岸になります。で、こちらまずね、レアリティがエピックで、で、 MP がね1になります。で、アクションカードになりまして、カード効果が探索を持つ味方ユニット1体は探索する。で、入手したカードの MP-1 ということで、探索の、カードになりますね。はい、で、次行きましょう。次がね、レオン・S・ケネディユニットカードですね。で、 MP が3で、攻撃力が2で HP が3ですね。で、死亡時投資を探索ということで、こちらもね、探索にかなり特化したカードになってますね。じゃあ次行きましょう。セルレギオスになりまして、MP が4ですね。で、攻撃力が1なんですけども、HP が6ということと、あとカード効果がね、空戦と連撃を持ってるっていうところで、こちらね、かなり使う人が多くなるのかなと思っております。空戦がついてるので、プレイヤー攻撃にかなり特化してますし、あと連撃がついてるんで、攻撃力1ではあるんですけども、まあ、攻撃力上げれば、厄介になるカードになると思います。じゃあ次行きましょう。はい、で、次が、緑色のね、カードになるんですけども、ここからね緑色のカードになるんですけども、ウィローっていうカードになるんですけども、まず MP が6っていうところで、まあ、ちょっとね出しにくいところはあるんですけども、HP が7っていうところと、あとね攻撃力が2になります。プレイ時、カード出した時の起きる能力になるんですけども、波及を探索で撃破で HP が 2と、あと攻撃が1ということで、これもかなりね使いやすいカードになってるのかなと思います。ではね、次行きましょう。エイリアになります。と、 MP がまず4になりまして、で、 HP が1で攻撃力2ということで、まあ、かなりね破壊されやすいカードにはなってるんですけども、シールドがついてるっていうところと、あとね死亡時ライダーアーマーキメラをね探索、入手したカードの MP-2 ということで、こちらもね探索をかなりメインとしているカードとなってます。さあ次行きましょう。はい、で、次なんですけども、今回のねカードでかなりの人気なカードになるのかなと思うんですけども、暴乱の支配クシャルダウラということで、まずね MP が6になります。で、 HP も6ということで、あとね攻撃力2っていうところで、まあ、そこまでね、強いイメージはないんですけど、ここにね能力が、空戦がついてて、で、あとバニール間自身に与えられる3以下のねダメージを1にするっていうところと、あとね敵ヒーローにダメージを与えた時に HP5 以下のランダムなね敵ユニット1体をデッキに戻すっていうところで、いや、もうこれすごい強いですね。レジェンダリーの、リオレウスとはまたちょっとね違う能力にはなってくるんですけども、いや、これもまたすごくね使いやすいカードとなってます。はい、次行きましょう。ここから紫のカードになってくるんですけども、まずね、ベクターになります。で、MP が4、まずで HP が5で攻撃力1なんですけども、
まず効果がね、プレイ時、場に出した時に、自身以外に MP4 のね、味方ユニットがいる場合、HP プラス3に攻撃力プラス1。で、場にいる間ね、自身の攻撃はブロックされないということで、空戦みたいな感じで使えるっていうところはね、すごく強いカードだなと思います。じゃあ次行きましょう。はい、で次なんですけども、いやこれもねコストは高いんですけども、クシャルダウラに負けないぐらい強いなと思います。でむしろねクシャルダウラよりね強いんじゃないかっていうぐらいティガレックスになります。で MP が7っていうところで、まあ、出しにくいところはあるんですけども、まずね HP が7で攻撃力4ということで、もう最初のねステータスだけでもかなり強い。でこれにさらにねカード効果を見ると3つもね能力がついてるっていうところ、いやもうこれ多分過去最高の能力ついてるんじゃないかなと思います。まずね臨戦俊敏がついてるのって、攻撃がね、かなり早いので、もう短期決戦に向いてるのかなと思います。でさらに、攻撃そこに加えて波及がね追加されているので、いやもうこれは本当に出たらね厄介ですね。でただ、高音がついてまして、このカードを出してしまうと、まあアクションカードをね使ってしまうと、ティガレックス出した意味がなくなってしまうところもあるので、いやそこはちょっとね使い方はかなり難しくはなってくるのかもしれないんですけども、いや強いカードとなってます。じゃあ次行きましょう。はい、で次ね、エイダウォンになります。でこちらなんですけども、MP が3で HP が5で攻撃が2になります。でカード効果がプレイ時、秘密を探索ということで、ここに来てやっとね、紫の探索カードが来ましたね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ここから黒色のね、カードになるんですけども、まずねハイマックスになります。で僕ねかなり黒のデッキ使ってたので、こっからは本当にねもうテンション上がってきますね。でまず、カード効果空戦がついてますね。でリベンジがついてて、いやリベンジと空戦ついてるっていうところで、 MP ね、6以下の空戦とリベンジがついたカードが出てきたので、いやすごく嬉しいですねこれは。はい、じゃあ次行きましょう。はい、で次なんですけども、まあ、僕はねもう本当にこれを絶対ゲットしたいって思ったんですけども、アルバート・ウェスカーになります。でまあこれまでにね、このカード本当にもうすでにねもう2枚搭載されてるので、3種類目になるんですけども、もうこれ一番使いやすくて一番強いんじゃないかなと思ってます。でそれが何かっていうと、まずねMP が5になります。で使い勝手もいいっていうところもあるんですけども、 HP が3で攻撃力が0っていうところで、いやもう能力だけ見たらね、いや雑魚じゃないかって結構思ってしまうんですけども、これにねカード効果がいやほんとすごいんですよね。でプレイ時なんですけども、このカードを出した瞬間、まあリベンジがね発動した回数分プラス1プラス1ということで、攻撃力と HP がえぐいほどね上がる可能性があります。でまあ黒デッキ使えば基本的にはね リベンジをね、持っているカードを多分メインで作ると思うので、いやもうこれ今後ねもう絶対に、黒のね最強のカードに選ばれるんじゃないかなと思ってます。はい、なのでまあ新しいカードって言ったらね、もう一番最初に僕このカード欲しいなと思ってます。じゃあ次行きましょう。ババ MK2 になります。で MP が4で、攻撃HP が5で攻撃が2ということで、まあ、そんなにすごいね、強い感じではないんですけども、カード効果がね、死亡時、侵食を探索ということで、黒のね、カードもついにね、探索のカード来ましたね。はい、ということで、まあ、これでね、第1弾のね、先行公開のね、カード紹介以上になります。今ね出てきたカードだけ見ただけでもかなりねもう熱くなってきてるんですけども、まだね第2弾第3弾とね、公式サイトの方で紹介されていきますので、また新しい情報が入り次第ね Twitter や YouTube とかでね皆さんにお伝えできたらなと思いますので、ぜひねグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ホームページなんですけども概要欄にね URL 貼っときたいと思いますので、ぜひね皆さんもチェックしてみてください。はい、ということで、まあ、もしよかったらねグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。